男、片岡鶴太郎。1954年12月21日生まれ。日本の俳優、お笑いタレント、画家、書家、ヨガ実践家、かつてはプロボクサーまでやっていた男。実は今とんでもない生活を送っています。12年間続けているルーティンがあるそうで、まず19時就寝、23時起床、深夜1時から朝4時半までヨガ。1日1食、1回あたりの食事に2時間半をかける男。もはやただの夜更かし、もはやただの昼夜逆転。こんな生活を12年間も続けている彼、今どうなっているでしょうか。なんかめっちゃかっこよくなってません？自分の人生を自分の軸で生きているような、そんな感じがしました。皆さん、これだけのストイックな生活、真似しろなんて言いません。ただ自分軸でのストイックさ、見つけてみてはいかがでしょうか。